ってのは生まれた時から決まってて、上から見下ろすか下から見上げるか、その2種類しかいねえんだ。おい、なんとか言えよ。だから言ったろ、連合医療拒否ったら潰すって。
ね、花岡不条で。親子？ここどこだか分かってんの？知ってるよ。スズランでしょ。
順番待ちの整理券か。面白いな、スズラン。
喧嘩でも男としても勝てねえっていうぐらいだからよ。マジでさらに興味湧くんだけど。あれ、そういえば幸男は、幸男は今、まあ用事があって海外にいるわ。え、海外？お母様が大変な病気でして。サバカン、そこまでこいつに詳しく話す必要はねえ。先生、そうか。なんだ今の親子とかいるとこの兄ちゃんはや。おい、何普通に返してんだ。スズランが舐められんだろうな。じゃあ聞くけどよ、お前らの中に宝泉なりその親子ってところにたった一人で乗り込める度胸のある野郎が一人でもおるんかい。これうちに一人で乗り込んできたのは宝泉の上田社長以来二人目だ。それだけでも白紙もんだろうが。あいつはらを訪ねてきたうちの客人だ。この件はうちが預かる。花岡藤代、アンテナ張っといて。了解です。それだな、他の一派の動きにも注意してみよう。油断なんねえからな、このスズランは。
ねえの。ちょっと何だろう。お前。よ、ハロードのやすきよ。アンチ。お前をさらっても誰も来てくれねえだろうなと思ってよ。